藤原指揮家とは、右大臣、藤原不妃との三男、藤原馬会を外する家系。馬会が式部教を兼ねたことから指揮家と称した。その馬会は、長屋王の変の御三儀に昇進し、他の兄弟たちと共に、正無朝で政権を主導したが、天平九年の天然島蔓延により、病没してしまう。さらに直後に、太宰小児に左遷された、馬会の長男広次は、 天平十二年九州にて反乱を起こしたが、廃止してしまった。このため後見聖徳町にかけて、南家や北家の後人を廃する時期がしばらく続いた。広次の弟である吉次や桃川は、聖徳天皇の後継に、公認天皇を擁立することに成功し、同居、きびまきびに代わって、政権の中枢に躍り出た。また、彼らはそれぞれ自分の娘を交代し、 山部新郎の人し、高級政策も言った。彼ら兄弟はいずれも、関武天皇の即位を見ないまま亡くなったが、乙室は、皇后となり平城、佐賀の両天皇を、旅子は、純奈天皇を生み、平安初期の四季繁栄の礎を築いた。関武朝では、四季家一族は徴用され、馬まかい四男の伝丸は、右大臣ながら、陽道の主犯を務め、三男 清成の子である種継は、長岡京造営の事業を一任されるなどした。桃川の子で、関武天皇の議定でもあった、お継もわずか29歳で参議に昇進すると、長岡京の後に建設された、平安京造宮と江戸西伐の中止を進言し、平城朝においては観察資制度の設置等政治、改革に、積極的に取り組み、佐川さを経て、旅子を母とする。 純な天皇が即位するとその外を子としてる維信し、右大臣ついで左大臣に至った。しかし、一方で義継の一人息子である、拓備の事故死による、平勢、佐賀良天皇の外籍である義継系の断絶があったことや、佐川佐になると、種継の子で平城天皇の将事として、牽政を握ったく子とその兄中成が反乱を、くわ立てて断罪された。 クスコの変の発生に加え、佐賀天皇、団林皇后の信頼を受けたホッケの冬継ぎの対等により、佐賀朝、以降式家は徐々にホッケに圧倒されていく。さらに、冬継ぎの息子である吉封が、佐賀上皇の王女下に詐欺呼び目を降下されるなど、七同様上皇と皇太后に深く信任されたのに、大使、お次は、長男の家井戸口に先立たれると、 四季家はその後有力な人材を出すことができなかった。それでも、おつぐは、冬継ぎの死後、淳が、ひとしめにおいて15年以上も、体格の主犯の座を維持し、糸とこにあたる吉野も地方官として、知席を挙げ、中納言に昇進した。しかしながら、吉野は、上和の変で失脚し、その直後にはおつぐが亡くなる。 党の条件も重なり、以後は式家が再び政治の中枢に立つことはなくなった。その後は、藤原住友の乱を平定した、忠文や、阿公事件に関与した助与党を排出したものの、平安時代中期以降は儒学によって立身する家系として、数家がしばらく血統を保つのみとなる。鎌倉時代には、忠主系である、長林、忠氏より11代目の子孫が、上限1年、 1232年に13位に除せられ、忠文依頼式下では285年ぶりの苦行が出た。その後も息子である光圏、基長がそれぞれ還元4年、1246年、公安6年、1283年にそれぞれ苦行、13位となっている。基長の系統は苦行に除せられたのは彼一代限りで、あったが、後圏の系統はその後も、 県林、内林、厚次、県林有志と、区行排出が続き、特に県林は、お継ぐ以来である生子くらいまで進んだ。しかし、家林の子であるカネ都氏が、王安六年、1373年に、十三位となり、明徳一年、1390年に死去したのを、最後に、敷家の区行排出は途絶え、敷家は、同情家等を残すこともないまま完全に歴史の、 表舞台から姿を消すこととなる。ただし、摂津渡辺党の一つである遠藤氏や山和国の土豪である井戸氏は式家の光栄を称した。藤原式家警府、田ネツ光栄。ありがとうございます。